どうも、のくさん。返信動画撮ったんですけども、すいません、たくさん動画を返信するんでね、こういう混乱も起きてきますけども、一回撮った動画ね、ちょっと消えちゃって、もう復活できなくなりました。すいませんでした。ということで改めて撮らせていただいております。私がね、前回私が消えちゃった動画の中で申し上げたのは、商売ってのは、まあ商品があって集客ができて、それからねセールスができれば、これは売り上げになるよってことをね常々お話してるんですけども、今回のくさんは商品ができましたよね。あやさちゃんが作ってくれましたよね。で、2つ目 YouTube っていう集客ができています。うん。で、3つ目なんですけども、これがないんですよ、セールスがね。まあ、ですんで、あやさちゃんが作ってきたグッズがどういうものなのかとか、このグッズを手にした人はどんなね幸せが訪れるのかってことをイメージできるようにお話しする、これがセールスなんですよね。これがあると多分売れていくと思いますし、せっかく作ったねあやさちゃんも喜ぶんではないかなというふうな気がします。まあ、ですんでね、ガンガン売り込めとは言いませんけども、あ、セールスってそんなもんなんだっていうふうに感じていただいて、何かねビジネスの足しにしていただければと思います。もちろん今回のグッズをね一緒に売りましょうみたいな話をねけしかけるつもりはありませんけども、まあビジネスをする瞬間がありましたら、セールスってものをねやっぱり人はあんまり意識してないんですよね。うん、なんかこのちょっと弱々しいというか、売り込む時ってもう本当にね10回言えば叶うって言いますけども、会うたんびに人に言うんですよ、これがありますよ、あれがありますよってね、これをあなたをこういうふうにしますよみたいなことで、ね、しつこくしつこく言ってくるわけなんですよ。そしたら、まああなたが言うんだったら1回ぐらい試してみようかなっていうふうにして契約が成立すると、その積み重ねが営業マンを作っていくんだろうなと思うんですよね。ただ私のね営業スタイルっていうかね、販売スタイルっていうのは、うん、ここまで言っといてあれですけども、あんまり売ってないんですよね。だからそういう意味ではガンガン売ることっていう風な参考にならないかもしれませんけども、私は私でですね、なんですかね、サブリミナル的に、まあ、忍び込むようにね、もう動画を手放せなくなるような、そんな戦略が入ってるのかなって気はしますしね、なんかよくわかんない感じですけども、おかげさまでね、速稼塾今日も一つ販売できているということで、速稼塾はなぜかね売れ続けているところがあるんですよ。セールスしたところ見たことがないでしょ。でも動画概要欄になんかちょろっと書いてあるんですよね。で、普段の私のお話気に入った人が速稼塾ってものを認識してくださって、その速稼塾って何なのかなっていうふうにお問い合わせいただいて、参加概要を送ってみたいな感じで、かなりのねロングランで、販売ができているってことなんだろうなと思います。で、このロングランはいつから続いてるかというと2013年からなんですよね。2013年っていうのはそれこそね、もうしつこいぐらい人に販売してましたね。会うたんびに言ってました。で、買わない人はもう縁が切れてもいいぐらいのことを思ってたんで、おかげさまでね縁が切れてた人が結構多かったわけなんですけども、まあ、それでもね信頼関係がもともとある方っていうのは、まあ、久保さんが言うんだったら何でも買うよっていうような形っていうのはやっぱりね、あったと思うんですよ。当時私は麻雀店をやっていましたけども、仲が良くなっても麻雀ができない人っていうのは来店できなかったっていうね、そういうところがあるんですよね。まあ、ですんで誰にでも手ができる商品を、そういうふうな速稼塾みたいなことをねやった時っていうのは、本当に多くの方が待ってましたみたいな感じで、初動でね50人ぐらいの方が商品1個1万9800円で購入してくださったという、そんなねスタートがあるんですよ。それが2013年の7月20日のことなんですよね。速稼塾を立ち上げたのが6月14日でしたから、1ヶ月のうちに50人のお客様がねいらっしゃって、最初の第1期生という塾生になってくれましたってことをね、なんかのくさんの話を聞きながら思い出しちゃったというね、なんか全然関係ないところに話がいっちゃったでしょ。でもね、やっぱりね言い続けることってそのぐらい大事なんだなと思いますし、自分が叶えたいこととか分かってほしいことっていうのは言い続けることによってね、やっぱり伝わっていくんだろうなと思うんですよ。もちろん嫌な言い方すればダメですけどもね、ただ聞きやすい、ストーリーを作って、例え話を用いて、まあ、お話していけば通じるのかなってことですね。そういうことをね消えちゃった動画でお話したんですよね。それでね、私ね昭和47年生まれですから、当然ですけども生まれた時ってなんかの野球チームに入ってたわけなんですよ。これノクさんもね似たような感覚をお持ちだと思いますけども、野球チームに入っていて、まあ中学卒業するまでは野球部だったんですけども、ただね野球が好きだったかというと別にそうではなくって、むしろね練習をしたから嫌いになっちゃったんですよ。私ね練習をそんなにねたくさんしたいタイプじゃなかったんですよね。だから練習によってストレスがかかっちゃって練習サボったりとかね、で自分が上級生になった時はそもそも練習に行かなかったみたいなことになっちゃって、で、まあ、野球上手くなるわけないですよね。だからそこで言えるのは、今日の動画のまとめになりますけども、ノクさんが言われたように、ね、適量ってあるんですよ。ちょうど良い具合っていうの、があるんですよね。だからあんまりハードにやりすぎると潰れちゃうし、あんまりやらなすぎると伸びないしって感じで、ちょうど真ん中のいい感じのところが個人個人違いますんで、昔みたいにね集団行動で
全員で一気に教えて、みんなができてるのお前はなんでできないんだっていう指導はかなり間違えてるということなのかなと思うんですよ。一人一人に合った指導方法っていうのが少子高齢化の今の時代だからこそできるのかなと思いますし、まあね、でぜひそういうふうにあってほしいなと思います。そういう意味ではやっぱりパーソナルトレーナーっていうのはね、どんな道にも必要だと思いますし、ワントゥーワンでサポートができるビジネス塾っていうのはね、やっぱり選ぶべきかなと思うんですよ。やっぱりね、人気の塾って1万人とか2万人とか塾生さんがいらっしゃって、とてもじゃないけどね、一人一人に指導なんてできないんですよ。しまいにはその講師の方が A さんというのがいますよね。その方がそのカリスマが好きで入ったのに、なぜかねサポートを受けるのはサポートチームって言って関係ない人が間に入っているっていう例があるので、結果が出にくいんじゃないかなと思うんですよ。まあ、そういう意味で言うと、これからはね、小さい集団こそやっぱり受けていくんだと思います。自分が希望する人とワントゥーワンでね、あのやり取りしたい、それが実現できる場所、それがまあ小さいビジネススクールであったりとかパーソナル塾だったりするのかなと思いますんで、ライズアップが受けるのもパーソナルトレーナーが必ずついてくれるからなんだと思うんですよ。まあライズアップが受けてる割にはね、なんか破産かなんかしちゃったんでしょう。これはよくわかんないですけどね、どうなっちゃってるんでしょうかね。まあでも最近は Facebook 見ても結局ライズアップの広告って未だに出てますし、うん、なんか形を変えてね存続してるんだなと、すごく人気のビジネスモデルなんだなと思いました。まあライズアップね、しつこくすごく広告出るんで、私もね今かと申し込んじゃいそうですよ。まあ金額高いですけどもね、でもね、うん、30万40万かけても痩せてみたいというね、そういう風な欲望にはなかなかね48歳の私には勝てなくって、今にもポチりそうでございます。というのが今日のオチでございました。ノクさんすいませんでした。どうもありがとうございました。じゃあいってらっしゃい。